前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。神室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。信じらんねえ。織田、納得しましたか、織田さん。ええ、俺の
負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか？ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ？東条会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一つぼを手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体？桐生さんがご存知かどうか、東条会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東条会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東条会の内通者ってことか？誰なんだそいつは？あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東条会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと？おやっさんが？